改めて事情は分かった。ダラガブ編からのエクスアダマントの回収、そして強力なアラグの巻の収集じゃな。よし、すぐに不滅隊の精鋭を揃え、突入部隊を編成せよ。銀中団や同人団からも腕利きを募れ。パパシャンは各ギルドに通達を。アラグの防衛機構を制し、未知の素材を回収するにあたっては彼らの協力が必要不可欠じゃ。フィルガイス、サカツ州の中でもそなたを呼んだのは鉄塔団を動かす可能性を考えてのこと。不滅隊に協力し、突入部隊の補助やその間の各地の警備を受け持ってくれるな。は、我が息子鉄塔団団長ツルンベルク直々にことに当たるといたしましょう。ピピン、突入部隊の長はそなたに任せる。集いし強者たちを引き、存分に奇想なを振るうがよい。ロロリトよ、そなたはアラグの巻の回収じゃ。市場に出回っているもの、小塚に買われたもの、そなたになら心当たりもあろう。無論善意でなどとは言わぬ。取引方法はそなたに任せるゆえ、いつもの通り最後には損のないよう収めてみせよ。世界を脅かさんとしておる週末の最悪、それが報告通りのものならば、我らの力のみでは到底抗いえぬ。しかしわらわは、エオルゼアの民は今や知っておろう。第七霊祭からこちら抱えてきた傷や痛みと向き合ってやっと分かったのじゃ。一人では立ち上がることさえできずとも、誰かとならば戦い抜けると、それを先陣を切って示してきた暁が共に立つ者を欲しているならば、ウルダハは果敢に応え、彼らと共にこの最悪に打ち勝とうではないか。各方直ちに取り掛かるがよい。第17代国王ナナモール・ナモからの至上命令と心得よ。兵の数は揃ったけど、やっぱり偏りが出るか。治療には事欠かなくても、防衛機構の破壊を担う者が少ない。グリダニアのあり方としては正しいんだけどね。長期戦になるかもしれないな。よければ、私たちも連れて行ってくれない？君、どうしてここに？ギラバニアには高速艦がついているような大きなダラガブ編が落ちてきてないんだ。だからグリダニアの手伝いに。アラミゴから一番近いし、何より思いっきり暴れる前衛が必要なんじゃないかと思ってさ。見透かされてるのはシャクだけど、
その通りだよ。よく分かったね。もうすごく昔のことみたいに感じちゃうけど、私、暁の一員としてこの国の調査を担当してたんだ。だから知ってるよ、国営の森のこともグリダニアのみんなの戦い方だって。だったら遠慮なく力を借りさせてもらうよ。早速だけど打ち合わせと行こう。必ずやり遂げるから見ててね、パパリモ。やっと見つけたぞ。兄貴、何してるんだよ。もうみんなとっくに集合して。という要請が東方連合とロロリト会長からありまして、海賊衆の皆さんなら仁義に心当たりがないかと思ってこちらに参ったのです。おや、あれは。あれ、なんでハンコックまでいるの。でもちょうどいいや。実は頼みたいことがあってね。